みんな、ついに私も上下の差になったぞ。鬼の王である私が上下の差になることで、ついに私は究極の力を手に入れたのだ。いや、ついに無惨様まで。無惨様、なぜ鬼の王であるあなたが上下の差になっているんですか。あなたが上下の差になったら、我々はこれから一体どうすればいいんですか。うせー、私が上下の差になろうが、私の勝手だろうが、みんな上下の差になってるし、私も仲間に入れて欲しかったんじゃ。悪いか、こんちくしょう。いや、単純に寂しかったのね。というわけで、私も今日から上下の差になったからな。皆の者、これからよろしく頼む。おう、これからは同じ上下の差だから、普通にタメ口で行かしてもらうからな。よろしく頼むぜ、ムザンちゃん。まあそういうことだからさ、ムザン君、これからも仲良くしようね。ムザン君も上下の差になる日が来るなんてね。同じ上下の差の仲間としてこれからよろしくね。いや、慣れ慣れしすぎるだろう。お前ら、いくらムザン様が俺たちと同じ上下の差になったからって、なんだよその態度は、失礼すぎるだろう。あんまり調子に乗ってるとムザン様に怒られるぞ。お前らバカ野郎。私も上下の差になったからには立場は対等なのだから、タメ口いいに決まっているだろう。これから私はみんなとタメ口で仲良くするんじゃ。いや、タメ口でいいのかよ。そういうことですよ、赤座殿。ムザン君は同じ上下の差なんだから、タメ口は当たり前だよね。これからは私もタメ口で行かしてもらうから、よろしく頼むよ、ムザン君。お前はダメに決まってるだろうが。いや、なんで。ここでみんなにお知らせだ。来月、卒園式や卒業式を迎える人限定で、君の学校やクラスに鬼滅の刃のキャラたちから卒業のお祝いメッセージを届けるぞ。お祝いメッセージは鬼滅の刃のキャラたちの声真似をして届けるからな。楽しみにしていてくれ。お祝いの動画を希望する人は概要欄の Twitter の DM へ連絡を頼む。みんな、たくさんの連絡待っているぞ。ちなみに、お祝いメッセージ動画の編集は赤座が行うからな。いや、俺が編集するの？